常識は、社会を構成する上で、当たり前のものとなっている、社会的な価値観、知識、判断力のこと。また、客観的に見て当たり前と思われる行為、その他物事のこと。社会通念とも言う、大院技後は非常識。社会に適した常識を書いている場合、社会生活上に支障をきたすことも多い。社会によって常識は異なるため、ある社会の常識が、 他の社会の非常識となることも珍しくない。これは文化摩擦などとして表面化することもある。西洋における常識の概念はアリストテレスの霊魂論に見える共通感覚の概念に由来する。アリストテレスは五感に共通して付帯する感覚があり、それぞれの感覚を同一の対象の感覚として統合するものとして共通感覚と呼んだ。具体的には、 感覚の間の比較、関係づけ、個別の感覚だけには属さない、抽象的な性質である、形、大きさ、数などが、この共通感覚に由来すると考えられた。ついで、自然保守層の起源をなし、自然の光に照らされた理性的判断は、万人の合意コンセンサスアマニアムをもたらすと説いた、ストア派から、センススカムーニーズには、現在に通じる。 人々の間で共通する感覚、判断という意味合いが発生した。特に、それを受けて、キケロに代表される、修士学の伝統においては、この意味におけるセンススカムーニーズが重視された。13世紀のトマス・ワクイナスは、アリストテレスの意味での共通感覚の規定を受け継いで、彼自身の認識論をより詳細に展開させ、スコラ哲学はそれを受け継いだ。 17世紀のビーコやシャフツベリ博によって人々の共通の感覚という意味での常識は哲学的に主題化された。イギリス経験論及びスコットランド常識学派において人々が共有する本能的で判断能力という意味での常識の概念は重要な位置を占めた。トーマス・リードはその常識の観念を提示するにあたって しばしば、キケロのセンススカムーニーズを引用している。彼らは、デイビッド・ヒュームのように疑わなくても、2プラスには読んだろ。誰も証明したわけではないが、皆それが正しいと思う。それが、コモンセンス。美しいものを見て美しいと思うのも、善悪を判断できるのもコモンセンス。それで判断すればいいと主張した。カントにおいては、センススカムーニーズは、 共同体感覚という意味合いで規定され、感性的なものの普遍性、伝達可能性を支えるものとされている。歴史的には、トマス・ペインのパンフレットコモンセンスが、共和主義的アジテーションにおいて、常識の概念を中核に据えたことが有名である。コモンセンスのわけに、式を使ったことなどから、ナダイナダは、井上遠梁あたりの仏教徒だろうと考えられている。 小林秀夫は常識についてを書いているが、前田洋一が今占めていた、ボンサンスとコモンセンスを混同している。常識は特定の社会の成因が共有し、前提として疑わない認識のことであるから、特定の社会に限定されない、普遍性を条件とする真理とは時として相違する。ある認識が真理として認識されれば、最終的には、その認識は、 常識の中に組み込まれることになると表現していいが、その過程は必ずしも平坦ではないし、即時というわけでもない。また、真理として未だ十分に検証されていない認識でも、常識とみなされる場合も多い。哲学者の三木清によれば、常識の上位概念として良識があるという。彼によれば、常識人が常識を無病のものとして受容し、常識を盾にして、 非常識を断罪するのに対し、常識に疑問を持てる知恵が良識なのである。かようにして、常識というものにも二つのものが区別されるであろう。それは、一方、すでに一体ごとく、ある閉じた社会に属する人間に共通な知識を意味する。この場合、一つの社会の常識と他の社会の常識とは違い、それぞれの社会に、それぞれの常識がある。しかし他方、 あらゆる人間に共通な人類的な常識というものが考えられる。それは前の意味における常識と区別して特に良識と称することができる。例えば全体は部分よりも大きいというのは常識である。それは自然的光によってすべての人間に知られるものであって直接的な名称を持っている。それは知性の自然的な感覚に属している。三木清 哲学入門、三木清と同じく、京都学派の西田佐派として知られる、戸坂淳は次のように述べ、常識は、社会の平均的認識のことではなく、標準的認識という意味での規範的性格を持つと、主張した。今この矛盾を解くためには、この平均値という観念の謎を解く必要がある。というのは、この平均値を正直に単純に社会における、 各個人の良質的な総和平均のことだと考えていてはこれは解けない。それが平均値であるがゆえにおのずから標準的なものであり、また理想的なものだというのでなくてはならない。リード的常識の常識的態度はあたかもこれを健全という標準または理想でもって言い表したのであった。健全とは無論、病気と健康との総平均などではなくて、 各人の健康状態の標準でありまた理想のことなのである。それにもかかわらず健全さは人間健康のノルマルな状態だと考えられる。この間の消息は健康の保持というものが伝えている。すなわち絶えず健康を引き上げ健康さを発達させることが人間の平均的な、従ってノルマルで通常の健康状態と考えられるわけである。 常識の分析、日本イデオロギー論一旦物事が常識として受け入れられれば、通常それは意義を差し挟まれることはない。そのため、常識の内実はしばしば大きな政治的価値を持つ。一部の常識は、メディアを通じた、大衆操作などによって大きく変動することがある。また、それが、衆議政治の原因となることもある。ハンナアーレントは、 関との共通感覚論を参照しつつ、政治的な判断能力として、センススカムーニーズを再考し、公共正論の基礎として取り上げた。このような地位の人々の間では、常識は極めて稀である。ユーエナリス、第八風刺し、常識は極めて稀であると言われることがあるが、この言葉は何を意味するのであろうか。それは、若干の人々の理性は偏見によって、 はじめから発展を停止され、またあることには、極めて健全に判断する人が、他のことには絶えず大きな誤りを犯すということである。ボルテール、哲学辞典常識の項より、高橋康光役。中より普及している、常識はそれほど一般的ではないという否定系のものは、出典が見つかっていない。常識とは、十八歳までに、 あなたの精神の底に沈殿した偏見の体積に、次ない、アルバート・アインシュタイン、E.T. ベル、数学は科学の女王にして、奴隷中、ジョン・ロックの、人間、生まれた時の精神は白紙であり、経験によらない地は何も存在しないという、考え方を踏襲した考えである。日本国語大辞典、デジタル大辞典聖戦版、社会通念とは、コトバンク 2020年12月20日閲覧。ABC なだいなだ、常識哲学。ありがとうございます。